室内からということで、はい、初太郎からね、はい、皆さんにご報告があるそうで、はい、うん、今回ですね、ルアーショップ WH のモニターの方に就任いたしました。ルアーショップ WH っていうのは、はい、鹿児島のですね、キッズエギンガリブレの動画にも隼人の方が出てくれたんですけど、うん、そこのお父さんが、出してるお店ですね。はい、ショップってことね。ショップですね、ネット販売のショップになるんですけど、うん、概要欄に載せておきます、はい、そちらの方に気になる方は、チェックをしていただければ。長崎地区のフィールドモニターってことよね。そういうことよね。私はですね、はい、そうです、まあ、エギをメインに、まあ、モニターしていくっていう感じなんですよ。そうですね、はい、で今ほら、スクマに使ってるじゃん。そうですね、はい、うんうん、どうなんですか、スクマにおいて。まあ、もともと自分エギを使ってたんですよね、結構メインでは使ってて、ね、まあ、あれってすごい姿勢が綺麗なエギなんですけど、ホール姿勢が綺麗なんですけど、スクマにはもうちょっと頭が下になって早く落ちるタイプなんですけど、すごいダートが綺麗なんですよ。ダートが綺麗なエギ、ダートが綺麗で、イカのスイッチを入れやすいエギなのかなっていうイメージで今は使ってますね。ヨウズリの煽り機はあるじゃないですか、はい、あれ塩髪めちゃめちゃするんよ、うん、めちゃめちゃするんよね、うん、多分フォルムがそうなんやろうけど、うんうんうん、それと真逆な感じってこと、うん、塩を切っていくタイプ、切っていく、切っていくタイプです、うんうんうん、難しそうね。でもああ、塩にのせるエギでずっとやってる人は感覚が違うと思う。そうよね、違うと思う、うん、やっぱりね、難しいっていう考えがちょっとネガティブで、遊び幅が増えると思ってもらった方が、またちょっと遊び方変わってくる、遊び方が変わってきます。なるほど、なるほど、誘い方ももちろん違うし、全部が変わってくるから、自分はすごい楽しかったです。なるほど、ガッて変えて、楽しそうやもんね、いつも動画見て、ちゃんと映ってるって、うん、よく出てるんですちょっと気になる方も使ってみてください。うん、多分使った方が早いんですよね。確かに、俺もちょっと使ってみたいよ。面白いです。あ、ご購入してくださいね。私はご提供しません。あ、俺ちょっと気になったとかあったけど、反転なるやつやろ。はいはいはい、あれ気になったといいよね。あれ、あれで最近あげてるんですよ。なんか昔のエギはね、あったりしたっすよね。あったっすね、ドットとかあったっすね、うん、結構あったっすね。今後販売される前のエギとかもテスターとしてもしていくんで。あ、プロとこの間使っとったよね。プロともやってます。うんうん、まあ、キンキンで言ったら、漫画装甲の方との折りからが出るんで。おお、そうなんだ、はい、4色出てます。4色すぐなくなると思います。なるほど、はい、早めに手つけた方がいいと思います。それは漫画装甲のオリジナルカラーということか。そうですね、漫画倉庫と、ルアーショップ WH の、あ、コラボ商品、コラボの折りからになる。じゃあこちらの商品です、皆さん、はい、ぜひ、はい、気になる方、気になるでしょう、この4色。はい、じゃあもう最後の締めの意気込みボケをお願いします。まあ、うちのですね、メンバーの中で離島に行っても釣れない人とかもいるんですけど、おいいない手でずーっと大人って座ってたんですよ、そこに。違いない、離島の聖地でほげちゃうから。いや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 そういう日もあるんだよ、毎回釣り楽しいんだから。ですよね、毎回釣れたら面白くないでしょ。いや、面白い、面白い毎回釣れたら毎回行こうと思う。まあ、今回ちょっとね、モニター就任されたということで、はい、今年はゆうすけ、はい、公式のデュエルサポーター、あ、目指してますよ、うん、今、クラウチングスタート見えるんですかね、ちゃんとぜひですね、ジョウンさんも本当新しいアカウント作ってるんで、はい、うん、お願いします、ぜひ、記事は面白くないかもしれないんですけど、ぜひフォローの方をしてもらって、マッチコメントの方もたくさんどしどし送ってもらえれば、コメント多いんで、はい、いや、嬉しいですよ、そういうの嬉しいですよ、嬉しいですよ、怒られたいからなかなか怒られないから。確かに。ということで今回は、はい、初太のモニター就任動画となります、はいはいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ頑張ってね。ありがとうございます、頑張ります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。はい。